どうも、イルフワチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。さあ、この暑い夏にね、ぴったりなうどん作っていきます。今回ね、冷やしうどんです。冷やしうどん。どんな味かというとね、まあ、シーチキンとかね、まあ、卵とかトマトとか使いますけれども、このね、ドレッシングですね。このごまドレッシングと、本つゆ。これだけでね、ちょっと冷やし中華っぽいようなね、しかも酸っぱくない冷やし中華っぽいようなね、感じのね、タレができるんです。それを使ってね、ちょっと冷やしうどんをね、作っていきたいと思います。まあ、トッピングはね、お好きなもの準備してください。うちはちょっとね、ちょっとサラダ的な感じで、レタスとかね、ブロッコリースプラウト使っていきます。それでは、料理していきましょう。はい、まずはね、温泉卵使いたいなーって方はね、これ見ててください。温泉卵をね、電子レンジで作るやり方です。まず卵をね、耐熱の入れ物かなんかにね、入れてもらって、ちょっとひたひたぐらいにね、お水を入れてください。この黄身の真ん中にね、破裂防止の爪楊枝、一刺し。こんな感じでね、電子レンジで温めていきます。これね、500ワットで50秒温めますね。はい。電子レンジでね、500ワット50秒でレンチンしたね、温泉卵です。これね、出来上がったらね、まず水を切っちゃってください。はい。水を切ってね、このまま冷蔵庫でね、冷やしておきます。そうするとね、美味しい温泉卵できますからね。はい。ではまずね、うどんのタレ作っていきましょう。まずね、使うのはシーチキンです。シーチキンね、まず缶を開けてもらいます。これで気をつけてくださいね。意外とね、スパッといっちゃいますからね。はい、まず缶を開けてもらって、このシーチキンのね、汁、これをね、使います。まずね、シーチキンを、この器の中にね、じゅーっと、この油ね、使います。はい、いい感じでね、汁が切れました。はい、そうしましたらね、今度は麺つゆです。麺つゆをね、大さじでいきますよ。はい、麺つゆね、大さじで2杯入れます。はい、そしたらね、今度はね、ドレッシングです。これはね、キューピーの深煎りのごまドレッシングを使ってます。これをね、大さじで5杯入れますね。はい、そしたらね、ここで一旦しっかりとね、混ぜてください。で、そうするとね、だんだん乳化って言うんですけれども、この水分とね、油がね、混じり合った状態、これをね、乳化って言います。まあ、専門用語ですね。そんな感じでね、ちょっととろっとするまでね、混ぜていきますよ。まあ、イメージとしてはね、麺つゆとドレッシングをね、しっかり混ぜる。そんなイメージでね、こう、混ぜ合わせてくださいね。そしたらこのタレ、冷蔵庫で冷やします。で、うどんなんですけれどもね、これは袋に書いてある、時間でね、レンジで温めてください。まあ、大体一般的にはね、600ワットで3分とか、500ワットで4分とかね、そんな感じだと思いますんでね、袋に書いてあると思いますんで、それをね、参考にしてください。はい、レンジでね、温めた加熱したうどんはね、氷水で冷やしてください。冷たいうどんですからね、氷水で冷やしますよ。ああ、涼しげー。この氷水に入ったら、まあ寒いか。ねえ、なんか暑いとね、こういう氷の音とかね、すごくいいですよね。音入ってるのかな、これ。はい、こんな感じでね、うどんをね、冷やしていきますよ。はい。美味しそうですね。はい。ではね、お好きなトッピングをしたらね、まずはね、タレかけていきますよ。はい。わー。こんな感じでね、タレをかけていきます。はい。これでね、簡単に冷やしうどんができちゃいますからね。はい。これでね、ごまドレッシングを使った、ごまだれ冷やしうどん、完成でございます。はい。ではね、このごまだれ冷やしうどん、いただいてみたいと思います。まずはね、やっぱこれですよね。これを割らないとね、始まらないです。はーい。こんな感じでどうですかね。この温玉、これ電子レンジでできるんですよ。便利でしょう。これね、熱くないんでね。はい。ではね、ちょっといろんな具をね、混ぜながらね、いただいてみたいと思います。特にね、このツナ。このツナがね、このごまだれとよく合うんです。ね、卵の黄身を絡めてね、これでね、召し上がってください。このごまだれもね、そこまで酸っぱくないですよね。はい。ではね、いただいてみたいと思います。はい、いただきます。
うん。あ、これうまい。いや、これですね。冷やし中華で、よく女性の方に伺うと、酸っぱいのが苦手だって方が結構ね、いらっしゃるんです。その時にね、このごまだれ、このごまドレッシングと麺つゆ、これね、全然酸っぱさが来ないです。しかも、このツナに、このシーチキンによってね、この濃厚さが加わるんですよね、この中にね。なので、これね、冷やし中華で酸っぱいの苦手だなって人、必ずこれ試してください。これね、いけますよ。中華麺でもね、いけると思います、これ。かなりね、美味しいですよ。これはね、ちょっとこの夏大活躍しそうな予感がしますんでね、試してみてください。こういったね、トッピングもね、夏野菜揃えればね、栄養価も高いですんでね、ぜひこういったトッピングもね、おすすめします。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。